はい、こんにちは。ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。今回は新型ウォークマン NWA300 シリーズの実機レポートをお送りしたいと思います。残念ながらですね、まだちょっと試用機でソフトウェアが最終ではないので、今回はちょっと外観レビューだけということになりますが、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて発売された NWA300 シリーズですけども、モデルチェンジは A100 からすると、もう3年ぶりになりますね。前回の A100 シリーズというのがこちら。じゃーん。40周年記念モデルですね。こちらのモデルが、前回の以前の A100 シリーズになります。これの登場からもうすでに、3年経つですね。この時はすごく盛り上がって、純正で、こういったウォークマンケースとか出て、発売されていました。こんなのも後からキャンペーンで出てきましたね。で、これをですね、はめて、音楽再生しながらこれをはめるとやってみましょう。カセットテープの底スクリーンセーバーが出てきて、ぷって閉じると、窓からカセットが見えるという、こんなギミックがあったりしました。で、今回のモデルもそういうのがついております。ただ、ケースの方はですね、今のところ、40周年記念モデルとか、そういうのはなくて、43周年記念モデルは出てこないのかなというところですね。よいしょ。では、新しく登場した、A300 シリーズ、ちょっと外観から見ていきたいと思います。まあ、こちらのブルーのやつがそうですね。よいしょ。背面はこうやって波型になっています。前回のモデルはこうやって、まあ、他のモデルもそうですけど、すべて平面体なので、それがこうやって波になっているというのは、ちょっと、新しいかもしれません。あれ、波型になっていると、そうすると、今までみたいにこうやってデザイン刻印とかね、そういうプリントをしてもらうことができなくなっちゃうのかなと思っていたら、聞くところによると、この波型でも、デザイン刻印は可能なんだそうです。なので、全然予告もされて、何もされていませんが、そういうコラボレーションモデルは今後も期待しててくださいというお話を、ちらっと伺っています。さて、このウォークマンなんですけども、今の時ウォークマンなんて買うの？スマートフォンで聞けるじゃないかという声もありますが、まあスマートフォンが今もうこんなビッグサイズになってしまっているので、よいしょ。これで、音楽を聴くためだけにこれ持ち歩くのもなぁというのがあるのと、うちのお客さんでやっぱウォークマン使ってらっしゃる方でお話をお伺いしてみるとですね、やっぱりウォークマンはウォークマンで、音楽を鳴らすためのだけのものとして欲しいと。スマートフォンで、はもう、なんて言うんでしょう、通信手段として使うので、いざという時にバッテリーがなくなってると困るなぁと。ベッドウォークマンがあれば、そちらの方はバッテリー気にせずに、使い続けることができるので、それがいいなぁというふうな形で、二台持ちでお使いになっている方が多いようです。確かにこのサイズだともう胸ポケットに入れられる感じではないので、まあ入らないことはないんですけど、それよりもこのポケットサイズのものでね、なんて言うんだろう、ポッて胸ポケットにサクッと入れて持ち運べて、で、そこから、もう有線ヘッドホンで繋がってれば、それで音楽完結してるんだったら、それでいいなという気もします。で、リンクバッズ S みたいに、今、マルチポイント接続というのができるようになってきましたので、これを使うと、ウォークマンとスマートフォンと両方同時接続しておいて、で、音楽をウォークマンで鳴らして、それを聞きながら、いざ、通話で電話がかかってくると、スマートフォンに、音声信号が切り替わる、なんていう使い方もできるようになってますので、それで同時使いするというのもありなのかなと思います。さて、そんな、ウォークマン A シリーズなんですけども、最大の魅力はやはり、有線ヘッドホンを使って聞くことができることになります。まあ、ワイヤレスで使うのもありなんですけど、ワイヤレスで使っちゃうと、結局、鳴らしてるアンプはヘッドホンのアンプになってしまいますが、有線接続で、聞く場合は、ウォークマンが A300 が搭載しているデジタルアンプ、S マスターのデジタルアンプの音を聞くことができます。私も便利さでワイヤレスヘイヤホンを使うことが多いんですけども、ここぞというような気合の入っている時っていうんですかね。例えばレコード買ったとか、そういった
最初に聴くときの音楽っていうのはやっぱり、ちゃんとしたもので聴きたいなというふうに思ってしまいます。ここにいろいろレコードもあるんですけども、こういうのをレコードプレイヤー使って DSD 録音するっていうのを去年はすごいハマってちょっと何回かやってたんですが、そういった時に最初に録音した曲を仮に電車の中で聴くわけですけど、楽しみにしてね、それ再生するときはやっぱり最初はワイヤスじゃなくて有線でできるだけいい音で聴きたいなということをやっています。そういった時にやっぱこのウォークマンの A シリーズでちゃんとしたイヤホンで有線接続して聴けるというのは一番の楽しみかなと思うんですけども、そこの有線接続の部分でちょっと今回はですねパワーアップしているというか、ZX シリーズで搭載していた、グランド分離の接続ができるというふうになっておりますので、ちょっとその辺の話もしてみたいなと思います。よいしょ、ちょっとお手元カメラの方でご案内していきますが、普通の、ステレオミニプラグだと、こういう3曲の、端子になっていて、これで右プラス、それとグランドといって、マイナスの信号をですね、2つまとめて、入れられるようなものになっています。そうするとここの線の中は3本で、L プラス R プラスすると、マイナスは共通という形で、マイナスのところで信号を一緒に扱ってしまうんですね。そうすると中3本の線になります。そうするとクロストークといって、混じった信号になる。ただまあ電気的信号なので、理論上そんな簡単に混ざるものではないんですけども、音っていうのは本当不思議で微細なものを人間の耳が聞き取る能力があって、クロストークといってそういうのをやるとちょっと混ざって聞こえるというか、混ざっては聞こえないな、より分けてあげると分離感が増すということがあります。それをやってるのがバランス接続で、バランス接続の場合はよいしょ、こうして、5曲の端子になっています。5曲の端子になっていて、これで、LRLR でプラスとマイナス別々の端子をちゃんと用意しているので、左右の信号が混ざり合うことがなく、両方とも独立した信号として、お送りすることができます。ただし、規格が違うので 3.5 ミリのステレオミニプラグと 4.4 ミリのバランス標準だと、もう端子が同じ共通ではないので、使うことができないんですが、ここでですねグランド分離というものがあるというのを私は今回知りました。ウォークマンでは ZX2 から実はそれ対応の端子になってたそうです。Amazon でちょっと私も買ってみました。こちらがそのバランス、疑似バランスというふうに解説しているところもあるみたいですけども、これが、グランド分離のケーブルになります。よいしょ。開いてみます。見た目的にはもうこうやって4曲のものになっていて、この端子自体は、そんなに珍しいものではありません。マイク付きのイヤホン、ヘッドセットですねは、こういう風なものになってて、LR、グランド、そしてマイク、これの、4曲になって、マイクの音声を取るための4曲目があるんですけども、それが一般的なものですね。iPhone でも、Xperia でも、そういったものに対応しているスマートフォンは、数多くあります。この、ケーブルはちょっと特殊でですね、ここをグランドの L とグランドの R で、分けて使っています。普通の使い方ではなくてですね、この、イヤホンケーブルを使って、普通のウォークマンですね。以前のウォークマン。ウォークマン A100 シリーズ。これに、挿してですね、こうやって使うと、左側の音声しか、出てこない。というような、使い方になってしまう。で、これをですね、よいしょ、スマートフォンでちょっとやってみようかな。よいしょ、まずイヤホン。これ MMCX という端子、共通端子になっているので、規格合ってれば、ソニーのイヤホンもこうやって繋ぐことができます。で、これが、Xperia 1になるんですけども、これに、この端子をつないでみますね。よいしょ。そうすると、本機はご使用のヘッドセットに対応していません。
他のヘッドセットをご使用くださいというメッセージが出ました。そうなんです、あのマイクではないというふうに、グラウンドとつながってないというふうに判断するので、これは普通 あのスマートフォンでは使えないちょっと特殊なイヤホンになります。ところが、まあ、ウォークマンの以前のモデルでは使えないんですが、こちらの、今度の A300 シリーズ、これにつなぐと、これで、実は、あの、グランド分離した、音が聞けるというふうになります。それってバランス接続とは違うのっていうところですけども、バランス接続の場合は、L と R で、一つ一つのアンプが入ってて、で、それを反対に動かしているので、あの、なんて言うんだろう、プラスとマイナスをこういうふうに、あの、お互いに2つのアンプで引っ張りっこできるような感じ。で、グランド分離の場合は、マイナスの方は、あの、アースになってるだけなので、アンプは1個だけ、プラスの方だけのアンプで動いているというような形になります。AV ウォッチさんで、それの例えを書いてあったんですけども、長縄跳びですね。縄跳びで、大勢で回すときの縄跳びで、木に片っぽをくくりつけて回してるのが、そのグランド分離の場合の回し方。で、バランス接続の場合は、両方に人がいて、二人の人がこうやって回してる。というのが、バランス接続の回し方なんだよというふうな例え話をしてあって、それで僕も理解しました。なるほど、そういう違いなんだなというところですね。これで、まあ、グランド分離のと、あの、ここの先から、ここからヘッドホンまでは、もうバランス接続と同じつなぎ方になるので、そういう聞き方ができるようになったウォークマン。ZX2 から、あの、実はソニーのウォークマンは、あの、バランス分離をバランスじゃないや、グランド分離をの端子を積んでたそうなんですけども、A シリーズに搭載するのは今回が初になるそうです。で、ちなみにそのウォークマン A シリーズですけども、この、普通のステレオミニプラグも使えるし、で、A100 の時に使ってたのはこれで、ノイズキャンセリングまでついてる、あの、5極の 3.5 ミリ、ミニプラグっていうのを使ってたんですね。これも繋いで、使うことができます。ただ、A300 シリーズには、もうすでに、ノイズキャンセリング機能というのがなくなっておりまして、このノイズキャンセリング機能付きの、イヤホンをつけても、ノイズキャンセリングはできません。普通のステレオ、あの、ヘッドホンとして使うことなら可能のようです。ちょっと自分でいろいろ試してみたんですけども、あの、どれにでも対応しているので、なかなか便利かなと思います。そして、ケースもちょっとお借りしているので、これも紹介してみたいと思います。まずはシリコンケースですね。よいしょ。シリコンのケースが、まあ別売りですけどもあって、よいしょ。まあ、あの、こうやってシリコンで、全部覆うことができるので、本体の傷を気にせずに、使うことができるようになります。で、デザイン的にはこうやって背面に並々、これも、付けられているので、本体と同じようなデザインで、なかなかこれはいい感じですね。こちらがソフトケース。前回も大盛り上がりしたケースですが、これもこうやって装着することで、よいしょ。はい、横の側面から、あの、ボタンアクセスがこうやってできるので、あの、再生操作ができるのと、それと、ビデオ再生の時にはこうやって、よいしょ、スタンドにして、見ることができます。YouTube Music などで、再生するときに、あの、この使い方をして、置くと、まあ、ワイヤレスでもいいし、有線ヘッドホンでもいいんですけども、高音質に、ミュージックオーディオが、あ、ビデオが楽しめるかなと思います。で、サイズ的にほぼ、前回の A100 シリーズと一緒なので、ここからはちょっとメーカーさんの保証範囲外というか、あの、対話を謳ってないので、あの、完全自己責任でっていう話になってしまうんですが、よいしょ。これ、前回の A100 の時のですね、あの、ウォークマン 100TPS のケースですね。これにちょっと入れてみようかなと思って試してみると、なんとすっぽり入ってしまいました。特に私の見た目に不具合はなさそうです。よいしょ。ただあのメーカーさんであの動作を保証しているものではないので、どっかしらもしかしたら何かしら不具合があるかもしれませんけども、ブルーカラーのやつってすごく合いますよね。で、こうやって形状を見てみると、若干この辺の
形状がプラパーツの形状が違っているので、もしかすると、完全に合致してないのかもしれないんですけども、見た目にはほぼ変わりはないかなというふうに思います。ちなみにこっちは後付けのキャンペーンで出た、WM2 ですね。これにもよいしょちゃんとはまります。どっか外れてるとかそういうのもないので、なんかこれいけちゃいそうな気がするんですよね。よいしょ。さあ、それとあとは前回僕が作った、自作ケースなんですけども、よいしょ。これはですねちょっと実は大変で、この辺りに鉄板が入ってるので、その鉄板を避けてちょっと切ったりとかしなければいけなくてですね。で、これはこうやって触ってると全面が厚紙のようには思えるんだけど、実際どうなのかがちょっと微妙ですね。一個買って切ってみないと、こういう窓開けができるかどうかがわからないというか、まあ普通の人はそんなことしないか。まあ以前 TPS 100TPS を購入されている方で、大事にケースを使ってらっしゃる方は、使い回しがもしかしたらできるかもしれないよというお話でした。さあ、あとは新型の NWA300 シリーズですけども、ボディシャーシはアルミの削り出しを使っています。ウォークマンの A30 とか A40 ぐらいの時ですかね、シャーシかけたら劇的に音変わったんだというような話を聞いたことがあるんですが、それから踏襲して、アルミシャーシを使っています。で、バッテリーが実はすごくてですね、今回、先ほど、これだ、今回は、ZX707 これと同じバッテリーを A シリーズとして初めて採用しているそうです。で、おかげでスタミナ性能もかなり上がっているらしくてですね、最大で10時間ぐらい長く使えるようになる。以前の A100 の時は最大で26時間の連続再生だったのが、今回、W ドットアプリの方の再生だったら36時間までいくそうです。バッテリー容量も上がってますけども、音質的にも、良いものを、良くなるものを、選んでいるということなので、かなり音質向上も期待できるかもしれません。あと、ソフトウェアの方は Android の OS12 を、積んでますので、こちらでですね、板割りバッテリーを使ったりとかすることも可能。それと、今までのウォークマン A100 シリーズにはなかった USB DAC 機能がついているので、パソコンと USB 接続して、で、DAC として、デジタルの音を入れて、それを、ウォークマン通して聞くことで、パソコンの音も高音質にして出力させることが可能です。あとは、文字サイズがですね、すごく小さくないんですよね。大きくて、狭い感じになって使われると思います。1280×720 なんですけども、画面が狭いっていう感じですね。文字が小さいんじゃなくて。ただ、それもフォントサイズを、なんて言うんだろう、調整することができて、デフォルトだと、一段大きくなっているので、それ小さくすると文字は小さくなるんですけども、広めに画面が使えるようになると思います。W ドットアプリに、ウィジェットができたので、ホーム画面上で再生停止ができたり、曲送りができたりしますので、これもすごく使い勝手便利になっているかなと思います。DSE Ultimate も、今まで W ドットでしか使えなかったものが、アプリ上の、他のアプリのものでも利用できるようになっているということなので、YouTube Music とか、Spotify、それらの、音源でも DSE Ultimate は使って、ハイレズアップスケーリングができます。CD 音源のアップスケーリングに関しても、ロジックをちょっと、アルゴリズムを変更したということなので、A100、耳のいい人だと A100 との違いが、そういって味わえるかもしれないですね。で、本来であれば、XBA-N3 とか、XBA-300 とか、1万円、2万円、3万円ぐらいの、ヘッドホンがソニーさんからたくさん発売されてたので、それらと組み合わせて使うとすごくいいモデルになるところが、今もうそれらがコロナ禍の中で販売終了してしまっていて、ほとんどの
そういう2万円、3万円前後のイヤホンが生産終了になってしまいました。残念ながら。今買おうとすると7万円ちょっとする、IRM7。これが、一番安い動く、ヘッドホンになってしまうんですけども、ちょっとこのウォークマンの本体と比べると値段お高めで、M7 だとやっぱ ZX707 だとか、まあ、WM1A と組み合わせて使うようなモニターイヤホンになるので、かなり背伸びした感じのイヤホンになってしまうんですけども、まあ、探していただければ2、3万円で買える、お買い得なイヤホンありますので、ファイナルさんとかから出てますので、そういうのと組み合わせて使われるといいかなと思います。先ほどのグランド分離の、イヤホンコードなんかも、これも、9900円で僕は買ったんですが、こういうの、昔のソニーさんのイヤホンをお持ちの方でしたら、このイヤホンケーブルで付け替えて楽しんでみると楽しいかもしれないですね。いろんな楽しみ方のできるモデルになっています。3年使ってもウォークマン A100 がちょっとへたってきてるな、バッテリーが、とかっていう方は、買い替えのチャンスかもしれませんね。ぜひご検討になってみてください。よろしくお願いします。